今日の動画はお洋服第2弾でございます。いつもボーイッシュな格好をすることが多いんですけど、可愛い服も大好きで、でも着ていくところがないんですよ、可愛い服って。デートもせえへんから、せっかくなんで YouTube としての記録に残したいかなと思います。はいちょっとさ、髪型むず、ババーン。下が可愛いね。下が可愛いから下を見てほしいな。ちょ、めっちゃ端っこや。見て。このね、スカートのこう足がこうスラッと。これいいな。このね、和のねお部屋で着るとなんか冷たい熱帯魚みたいな。なんかね、そういう今から人殺しますよみたいな感じがね出てしまって、なかなかあれなんですけど、でも可愛い。どうしよう、ちょっと髪の毛がいかんせん、なんか前髪大丈夫そう。これちょっとミニスカートやねんけど、うん、体のラインが出てすごい可愛い。可愛い、買ってよかった、本当に。2年前に買ったワンピースです。はい。いいよね。なんかさ、ティータイムみたいな会をするってなった時はこれ着ていきます。いいですね。ちょっと髪の毛自分で持つわ、こうやって。そしたらなんかそれっぽく見える。これもね、ミニスカートなんですけど。パーマ。伸びたらパーマ絶対可愛いよな、これ。なんか髪くくり込むないかな。どう、どんどんさ、なんていうの、セクシーな私に気づいてきた、みんな。どうですか、ここはスリッと入ってて。ちょっとインナー見えるけど、これ多分ねヌーブラで着るんやと思うわ。ワンピースこれぐらいの長さ一瞬やった。今回のワンピースで大本命のワンピースです。これは先月買いました。なんかね、リボンをここでこうやって結ぶ。うん、かわいい。めっちゃガーリーやな。いいじゃん。ガーリーの服って着たことないですね、人生で。でも今年はなんかね、チャレンジしようと思って。いいね。でこういう着方もアリーの。どう、めっちゃ可愛い。これはね、もう超ロングスカート、サイズも超ぴったり、体にぴったり頭にはまってて、いやー、これマジ買ってよかった。今年の夏着まーす。今年の夏着れるような予定が入ればいいな。もう超可愛い。このさ、なんか前髪のパーマの感じとワンピースの感じがすごく合ってるから、あと髪の毛ほんの5センチ、あともうちょっと伸びて束ねてね、で可愛く着る。ナイスです。今回で岡野奈々子から女の色気を感じ取れたかなと思います。いかがでしょう。これで全部じゃないわ、あともう一個ワンピースあるわ。この服、このワンピースはフレンズのモニカっぽいなと思って買いました。今髪型もな、なんかモニカっぽいもんな。この服はね、この髪型がすごいちょうどいい。あとなんかジャケットをもう一個こうかかってある、わかる、このタイプのねやつやったらいいんですけど、持ってないんでこれで代用する。めっちゃさ、90年代後半、2000年代前半ぐらいの、めっちゃいいな、めっちゃイケてるわ、これ。こんな感じです。
ただね、体ね、全く鍛えてないからね、ヒップがね、落ちてるの。だから体をちゃんと鍛えて、ヒップブーン上げて、腹バーン割ったら、もっとなんかね、いけそうな気がする。なんかさ、骨格さ、なんかあるじゃないですか、ブルベ、イエベ、骨格ストレートか、なんかこう、ウェーブ系みたいなじゃないですか。私何タイプだと思います？私何タイプですか？岡田奈々子の春服ファッションショーはいかがだったでしょうか。また次回紹介するので、よかったら見てねー。